おはようございます。Good morning. This is Sashiko Live Stitching. I will do the Sashiko Stitching、with live. I will work on my project. I will mainly speak in Japanese. So if you have any questions, you can leave the comments in English. I will try my best to translate it and switch the language and answer that. But if it's too busy, I might not be able to do it. Anyway,、I'll do the Sashiko Stitching today.いやどうもです、こんばんは、あつしです。すいません、なんかこずさんとこに行って、こずさんとこで見ようかなと思いながら、もう10時だしと思って。おはようございます。おはようございます。くにこさん、くにこさんじゃなくてしのぶさん、一番ちょっとコズちゃんのとこにいようかなと思ったんですけど、雨どいが詰まってしまって、今日結構ちょっとひどい雨なんですけど、雨どいが詰まってしまって、それをひたすら直してました。なんでも屋さんなんです、僕。我が家のなんでも屋さんなので。雨どいって、雨どい直しながら雨舐めてたら、ちょっとすいません、まだ雨残ってます。すごい雨なんです、こっち今日。すいません、ちょっと雨舐めながらで申し訳ないです。あのヘドロの匂いが半端なくて、なんかいえいえ、日本って屋根って修理する？瓦？アメリカってシングルスっていう、なんかあのアスファルトのタイルみたいなのが貼ってあるんですけど、だいたい30年ぐらいで交換なんですよね。まあ、20年から30年の間に交換で、我が家のがだいたい手汗すごいよ。もうなんか僕もすごい手に汗かいてるんですけど、我が家のがだいたい30年、もう少しで30年なんですよ。で変えなきゃいけなくて、ところどころ自分で直してはいるんですけど、ちょっと限界が来てるので直そうかなと思ってはいるんですけど、屋根修理しますよね。しますのか、しますのか、するのか。日本でもうちにトタン屋根だったかな、あんま覚えてないんだよな、実家のことが。トタン屋やっぱ変えるか。そうで、そこに偶然セールスの人が来て、屋根、まあ、ちょうど今屋根を変える季節でもあるんですけど、セールスのおっちゃんが来て、でまあ見積もりだけ出してつってお願いしたら、いくらだったと思います、屋根変えるだけで。屋根変えるだけで、そこの見積もりが500万円近くてアホかと。いや500万は払えないし、ってか払うつもりないし、ネットで見たらだいたい相場的にはまあ100万円はするんだよな。100万から200万の間っぽいんですけど、まあちょっとね、一大プロジェクトになっちゃうんで、どうしようかなと思って。なんかそう、一生もう屋根変えなくていいよっていうプランらしくて、その何か問題があったらもうそこの会社が全部後からやってくれるみたいな、保証付き、一生保証みたいな話なんですけど、一生保証でも500万はな、下手したら家買えるからね、この場所だと。そんなにお金かける必要があるのか。はい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 。広いのかな。そんなうち広くないんですけどね。お願いお願いお願い、どうぞ。歌、何？すごい怖いんですけど。すんごい怖いんですけど。怖くて針が進まないんですけど。ああ、もう配信聞けばよかった。屋根修理しながら配信聞けばよかった。うん、お楽しみとのポストに載ってた緑の藍染め糸。はいはい。
ッケー、見せるよ、ちょっと待って、はい了解です。藍染めに刺せばいい、それとも布巾とかのがいい、おい、じゃあこの藍染め布に刺します。ちょっとこれだけ終わってからでいいですか、針変え、糸変えるときに刺します。そこに手元に全然映ってねえし、そんなことはそんなお願いどころじゃないよ、もう普通にやれって言ったらやりますよ。びっくりしたわ、もうそんな改まってお願いとか、改まられると怖いよね、改まられるとすごい怖い。でもね、ごめん、あの緑糸入らないかもしれないよ、この緑糸は、ごめんね、こっち来ちゃってんだよ、あれ入らなかったらごめんね、多分ね、もう 2,3 カセしか残ってないと思うの。恵子さん、あれ頑張ってもう一回作ろうとしてる、失敗をもう一回失敗しようとしてんだけど、なかなか失敗しなくて、これでしょ、これだと思うんだよ。で、ごめん、僕がすごいこの色好きで、ちょうだいって言って、でこれ3つしかないの、もうこの3つしかないので、日本に残してるかな、恵子さん、日本に。でもあそこの写真撮ってくれた部分はあるから2つはあると思うんですけど、この緑は入らなかったらごめんね。もうこれ奇跡の緑なんですよ。この緑のお話をすると、藍染めをしようとしてすくもを立てて、すくもなんですけど、すくもを立てて、でなぜか緑になったって言って、もうね、入ったらラッキーっていうか、入ったらラッキーだな。恵子さんに聞いてみるけど、ないと思う。ちょっと聞いてみる。で、あまりにもこれこっちでもすっごい人気あるんですよ。で、欲しいっていう人がいっぱいいて、でもごめん、俺ちょっとこれ使うね、これ小津さんのやつに使うので、なんか小津さんとかハッピーに使うので、ごめん今販売できないんだっていう話はしてるんですけど、この色をね、恵子さん作ろうとは思ってるんですけど、失敗をしないと作れないというか、なんで失敗したかも分かってないの。伝わります？この例えばちょっとカップラーメン食べてて染めつけすぎたとか、いろんななんか理由があるわけですよ、失敗には。ただこれはね、失敗の理由すら分かってない意図らしくて、最初はね、ほんとゴミにしようかぐらいのレベルで、いるって言われて、うん、いるいるいるっつって、で実際見たらめっちゃ綺麗で、おこれはいいねって言ってもらったんですけど、ただ1回に染めれる糸が10カセしかないんですよ。でそのうちの3カセは販売してたんだよな、3カセは販売して、で今僕3カセ持ってるでしょ。で恵子さんがだから3どっかにあるはずなんですよ、4か3か残ってはいるはずなんだけど、ちょっと聞いてみます、ごめんなさい、まあ、刺します刺します。なのでこれを 100% 入ってると思って購入してもらうと、もしかしたらがっかりしちゃうかも、入ってない可能性があるので、逆に言うとこの緑だけで販売、もしこの緑、万が一ですけどこの緑がいっぱいあるって分かったら、それだけで販売するよ。その緑の色合いが、緑の色合いは分かんないけど緑っぽい色っていうので、再現がね
再現ができないんじゃないでも再現できないと思う再現できないんだもん。だめちゃめちゃ大変だったってのを覚えてるんですよ。もうやりたくないって言ってたんで、すくも立てるのはもうほんと嫌で、臭いしめんどくさいしで、でもやりたくないのはもう判明してるんですけど、ただやっぱこの色僕もすごい好きなので使っていきたいんですよ、継続的に。ただなくなると思うとやっぱなかなか使いにくくてね。えエメラルドグリーンってなかなか天然では出ないんですけど、出ちゃったんですよね。で これ以外にもね、相当な色が失敗作では確かにあるの。ただやっぱけあの失敗作は使っちゃうんですよ。そうな、ほんと失敗の原因が分かんないと、なんどうしようもならないというかねえ。あれもう購入してくださった方でこれが絶対入ってるって期待してる方いらっしゃるかな。それはほんと申し訳ないな。他の色も綺麗な色では間違いないし、失敗しやすい糸に藍染めっていうのがあって藍染めは基本的に多分入ると思うのでお得なセットではあるんですけど、そのやっぱり本当に同じ柿渋はね、もう同じ色は作れないっていうのがもう分かったので、あの柿渋はどんだけコントロールしても無理なんですね。太陽の光の具合でも全く色が違ってくるので、もうあれはもう諦めた。どっちかっていうと、もう無理って、あの同じ色は作れませんってもうはっきり言っちゃって、全部の色を売り切りにしちゃうレベルで考えてるんですけど、藍染めに関してはうーんだな。でもご希望があるんだからそこに応えれるようにはね、していきたいですね。していきます。少々お待ちを。あのこういう時に限って追っかけとかやってるからすっげえ時間かかるんですよね。そうですよね。まあこの青、この緑はすっごい人気あるんだ。あのしかも緑もい、あー違う、そうだ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 、15本か14本できたっていう連絡が入って、そのうちの4本はそうだそうだ色が安定してるからこれなら販売できるんじゃないっつって2本ずつ売ったんだ。ってことはまだ残っていないわけはない、聞いてみる。恵子さんあんまりこのお試しのなんか伝わっ、今すごい恵子さん忙しい時で、その一番忙しい時に僕が変なお願いをしているのでちょっとパニックってて、このお試しセットもあの売れない糸を入れてほしいとは伝えてあって、その通りしてくれると思うんですけど、どの色が入るかっていうのはちょっと本当に恵子さん次第というか、いきなりみんなが静かになったこの怖さ、なんだっていう失望なのか。でも綺麗、他の色も綺麗なんですよ。そこは間違いなく。他の色も綺麗なのは間違いないんですけど、全然映ってないの。ちょっとごめんね。ちょっと待っててね。他の色も綺麗なんですけど、でもわかる。この藍染めはあのわかる。あのだってこれ藍染めってわかんないもん。言われないとわかんないもん。言われても分かんないけど本当にと思いますもんねポチったら限界になるかもとか。え、でも俺ってさ、ウェブサイトにこれが入りますって書いちゃったっけ。書いてないよね。選べますって書いたっけ。ポチったら喧嘩になる。もうそん時はもうあれよね、ちょっと待って。
よし、じゃあやりますか。いや、忙しく、忙しいっていうか、その、おうおう、注文そのものは僕が処理してるんで全然大丈夫です。何が忙しかったっていうと、タイから7人の方がワークショップをしに来てくださって、それが大変だった。7時間だぞ。そうそう、あのね、コメント欄に色が、好みの色を記載してくれればそれに沿うようにはできる。例えば緑色の愛をくださいって書いていただければ、書いてあったっけ、書いてなかったら、全部読んだ、コメント全部読んでるつもりなんですけど、ご注文時に緑色系を希望しますって書いていただければ在庫を確認して多分返信がいってるはずなんですけど、言ってない、言ってなかったらごめん。それはね、恵子さんじゃなくて僕のミス。あれ、糸が、針がないのはまずい。ちょっと待ってね。針がないのはまずいでしょう。ちょっと待ってくださいね。すごい綺麗な糸は来ます。まあそれ本当間違いないですし、通常1200円ぐらいで売ってる草木染め糸が1000円で来るので、どこに書けばいいか分かんなかった。何でもいいです。注文時のコメントでもいいし、僕に直接メールくださってもいいですし。ただないかもしれない。あったら、あったらもうあれにするよ。どうしよう。どうしたらいい？抽選がいい？抽選にする？万が一あったとしてよ。全員が欲しいって言ってくださってるってことは、全員分は多分ないので。でも早物勝ちにしちゃうとちょっと違うかなという気がするので。何本あるか確認、ちょっと何本あるか確認して、抽選にします。みんなあれだな、みんなすごいおしとやかですね。遠慮なくガンガン来ればいいのに。よし、ちょっと、まずあるかないか聞かせて。で、あったら、あみだくじしよう。配信で。いや、ご利用してもらっていいのよ。ご利用していいんだけど、ないとさ、ないのはないんだもん。ちょっと、ケイコさん起きてないかな？起きてないよな。ちょっとケイコさんに起きてないか聞いてみる。ちょっと待ってくださいね。もう全然ご利用してもらっていいんだけど、ちょっと今聞くから待ってて。起きてない気がするけど。あ、大丈夫です。うちはほら時差も減ったくれもないので、よし、では刺し子をしていきますが、ちょっと待ってて、まずはあることを確認して、その次は恵子さんにご了承して作ってもらおうね。いえ失敗してっつって、ご利用していいんだけど、まあ、ないとさ、ないのは、
ちっちゃい稼にするっていう方法、まあでもまずゼロじゃないと無理だからな。小津さんありがとうありがとう。じゃあこの糸で刺していくね。これでも村なんだよね。村すぎてさ、いいのこれで。を藍染めに刺して、まあ刺していきます。小津さんありがとう、なんか取りまとめてくれて。僕が参加性持ってるのがダメだよな。いや僕も特権だな。わかるの、この村がたまんないんです。僕もそう、この村がたまんなくて、このさ、恵子さんと僕はひたすら村をなくそうと思って作ってるのに、世間からは、世間ってか市場からは、皆さんからは村を求められる大変さね。村の糸はなかなか、まあね、そんなもう5年くらい前に出会ってれば村の糸しかなかったんですけどね。そう、あのハッピーには欠かせないので、これ僕日本にこの2本だけ送ることも考えたんですけど、あのハッピーにこの糸がないともう話にならないのは分かっているので、この3カセだけはもうすいません僕ので。そうなんです、あの愛で緑は作れないわけじゃないんですけど、この綺麗な緑は本当僕も見たことがなくて、あめっちゃかっこよくない？ちょっと張り目があれだけどかっこよくないって自分で言ったらダメだな。上からね、ラックダイ、柿渋、今の緑ですね。なんだろうこの光沢は。ちょっと針長い、糸長く取りすぎた。ちょっと細かく刺してみます。めちゃめちゃ細かくいってみます。ツヤ、なんでこんなツヤ出るんですかね。ね、本当奇跡の一本で、失敗というかその商品にならない糸にも何種類かあって、その色は一緒なんだけどムラになっちゃってるっていうのが一番多いんですよね。ちょっとこれはムラになりすぎて販売できないなっていうのが一番多くて、で次に多いのは気候とか温度、そのお湯の温度とか染め液の温度とかいろんな条件がずれてしまって、その定番の色にしているのとちょっともうこれどう考えても一緒とは言えないよねっていうのは000番で保管していて、でもちろんその染料によって染めやすいものと染めにくいものがあって、茜13番14番15番あたりはもう失敗をしないので、もう失敗しないものに関してはもうそのまま000番になることはなくて、まあでログウッドとかはあれ2段階染めなんですよ。2段階3段階染め、例えばですけどログウッドの綺麗な青色あるじゃないですか。ログウッドの綺麗な青色は1回山桃で黄色に染めてからログウッドに染めてる、青に染めてるので、それもね2段階踏んでる分失敗はしやすいんですよね。なのでそこら辺を踏まえた上で、なあこういう時お店持ってるとすごい多分やりやすいんでしょうけどね、失敗作って言いながらそれをお店で売れば失敗作じゃないのでね、ネットで売る以上やっぱり同じ色じゃないとまずいかなというのは。でもこうやって皆さんにご理解をいただいた上であればご提供していけると思うので、本当に今日こんな針が布を割ってしまう、ね、
たまーにあるんですよ、たまーにって。もう恵子さん7年草木染め、7年もう7年になるっけ、違う2017、8年、草木染めをやり、本格的に草木染めを押し出して7、8年ですけど、たまーにあるんですよね、ありゃっていうのは。個人的にはでもこの柿渋も実は負けず劣らず、負けず劣らず、僕はこの2本が僕の中で今ちょっとあのおすすめというか個人的にときめいている2本ですな。なんでこんな、なんかね、科学の色みたいですもんね。そんなこと言ったら元も子もないけど。エメラルドグリーンですもんね。ただ、その、化学染めと全く違う、化学染めっぽいけど化学染めと全く違うって判明するのは多分古墳に差し交わした時だと思うんですよね。喧嘩しないと思うので。なんで凝ったあんな色、ありがとうございます。だ本来っていうか結構あの草木染めを染めた後に写真にまとめて撮るんですよ、藍染めとかの写真みたいに。その写真が残ってないんです、この緑に関しては。恵子さん、あ、失敗したと思って撮らなかったので。あ、しのぶさん素晴らしいこと言って、そう緑なんですけど、これ刺すと藍っぽく見えるよね、不思議で。なんででしょうね。奥でこれあの草木染めなので糸は変わっ、すいません、色糸は変わっていくんですよね、おそらくですけど、まあ、数年下手したら10年ぐらいかかるかもだけど、それも含めて楽しみな意図ではあるんですよね。あー、やっぱ目立つね、全く僕の張り目がまっすぐになってないところも含めてだけど、下書きないんで許してください。鮮やかな糸です。恵子さんこの糸どっか何かに使ったような気もするんだよな、もう売れたかな、おそらくですけど。この糸恵子さんいっぱい使ってるはずなんですね。失敗作は基本的にあの優先して使っていくことにしてるはずなので、もったいないな、そう考えると。もう昨日までにご注文いただいたものはもう発送しちゃったんですよね、申し訳ない。ゴールデンウィークだし、恵子さんも7日から6日って明後日、もうそろそろもうギャラリーに出発するので、ご注文はいつもあの発送が遅くなるだけなので、ご注文はいついただいてても大丈夫なんですけど、なのでね、ギャラリーにも糸持ってくって言ってたら、緑入れてないよな。いや失敗、まあそう、まあ、でも失敗っていう定義もまた難しくてさ、その僕と恵子さんがその差し子でもう一回お仕事をしようって決めた時に、あの2つのキーワード、これだけはちょっと意識してやっていこうっていうのがあって、ブログにも書いたんですけど、あの継続性と再現性、この2つ継続してやっていけるかっていうと、もう再現できるかっていう、この2つって差しっこでお仕事をする以上、商売をする以上ちょっと大事なんじゃないかというのをずっと思っていて、
そのできましたでもこれ1個しかありませんっていうのは芸術としては素晴らしいんですけど、綺麗なものを作るっていう観点から見たら素晴らしいんですけど、そのお金をいただいて利益を出していくっていう観点からするとあんまり褒められたもんじゃなくて、あの全く同じものができない、全く同じじゃなくてもいいんですけど似たものができないっていうのはやっぱどうしても今全くこの瞬間ですよね。これだけ皆さん欲しいって言って、欲しいって言ってくださるのに全く同じものが、全くというか似たものができないから、そこからもう先に話が進まないっていう状況は避けたくて、だからそのちょちょちょ、でもこの色は多分この緑は言ってないと思うんだよな。会議とかぶっちぎるの糸は持ってってるはず、あの定番の草木染め糸は持ってくって言ってた。でも恵子さんも頑固だから多分定番色しか持っててないんじゃないかなと思ったりもし、今からでも持っててもらおうか。でもそうするとまた、でも緑は多分ない、本当に緑は隠してるかな。なんで俺こんだけはっきりないって微妙にない側に隠れてるかっていうと、コズさんの、コズさんからいただいた発表を送ってもらうときにこの色しか、この色でしかもう頭の中なくて、全部送ってって言っちゃったんです。もう全部この色も俺買い占めるから全部俺にくれって買い占めちゃったんです、僕が。恵子さんたまに隠すんですよ自分用に。それがなければあったらいいな。あとはね、あのこれはまあ恥ずかしい話なんですけど、商売人としての恵子さんは本当にもう素人以下なので在庫管理が全くできてなくて、往々に余ってることはゼロじゃない、あったっていうのはなきにしもあらず。でもぜひぜひ、あのほぼ全色ウェブサイトでは紹介しているので、そのサプライズはないと思うんですけど、でもおっしゃる通り実際に見て買っていただけるのが一番だと思うので、ぜひぜひ。8日は恵子さん終日います。11時の新宿発のバスで高山に4時に着くんだって笑ってました。どんな還暦やねん。まあ、なんでこんな今日糸が生まれるかな、湿気。うん、そうそう、恵子さんの古墳、もう古墳代助けて、助けて古墳代。失敗作はない。だから今度こういう配信をさせてもらってもう失敗作じゃないってのが分かったんで、今後あの失敗作は失敗作ってか無番としても皆さんにガンガン紹介します。まず最初にこの配信で紹介して、なんかそこで売り切れるのは間違いなくだけどそういうことをします。配信で紹介して、で本当本数少なかった時は毎回抽選して、もし誰かの購入いただいた方で小枷作ってもらえるなら小さい枷にしてもらって、そういう手もありだわな。失敗作はないですね。本当失敗って言い方が良くないか。な、無番っていうふうに、あの番号なし糸に統一します。でも恵子さんが失敗っていうのも、まあそれはでも俺用にだと思うけどね。ただほらやっぱさ、今ニューヨークのソーホーっていうあのちっちゃいおしゃれなお店がいっぱいあるところの
手芸店と今あの差し子糸の交渉してるんですけど、差し子糸置いてくれ、まあ置きたいとか置きたくないとかっていう、まあ、営業しに行って、まあ、ただすんごいマージン取られるので、と思いながら、まあ、ちょっと今交渉中ではあるんですけど、そういうやっぱりその大きなというか年間にやっぱ相当な売り上げを出すところは同じ色が欲しいって言われるんですよね。当たり前ですけど、だからもう10カ所しかできないし、これいつ次作れるか分かりませんっていうよりは、10本20本、まあ変なし100本ぐらい同じ糸でくださいっていうのがまあ当たり前で、お仕事として考えるとよ。ただ大量に作ればそれだけ安くなるものでもないので、そこら辺もちょっとねえ、ね、欲しい人がいれば失敗じゃないです。おっしゃる通りです。僕の配信を視聴してよかったと思ってしまって、やめてください。そんな、色糸だけ、僕のトークじゃなくて、トークのなんかトーク薄味になったな。この緑に俺負けるな多分。この配信の人気投票したら多分糸一番だろうな。この緑糸が多分全票取るってくんだろうな。この緑糸はね、ね、この緑糸も、ただ恵子さん、珍しく恵子さんにしてはなんだけど、めちゃめちゃ研究してる。この緑はなぜできたんだっていうのは冗談抜きで多分もう一回作ろうとはしてると思う。だから定番になったら本当奇跡なんだけど、そのペニシリンができた時ぐらい奇跡なんだけど、この色は本当僕も多分半年ぐらい前からお願いしてるんです。作ってって、これ定番として安定的に作れるようになったら絶対売れるからっつってお願いはしてるので、どっかで出てくるんじゃないかなと思うんですよね。こんばんは、こんばんは、くにこさん、こんばんは。作家任せっていうのも魅力的、ありがとうございます。いや大丈夫よ、半分冗談だから大丈夫。半分はでも本気だからね、なんつって冗談です。緑の、僕もだって緑と自分どっち選ぶって言ったら絶対この緑じゃない。なんかもうこの村に燃えるもんね変態だ。自分そうね、そうなんです。この素敵な色糸をね、皆さん今実演で差し子をしてるので、ぜひぜひ、ここにいる人みんな変態ですよ。変態ってかいい意味でね、変な人が多いですよ。やっぱりいいな。手が青くなるのはあれですよ、藍染め、布が藍染めだからです。しかもこれ多分水通ししてないありがとうございます。みんなやっぱ緑色には反応してくれるんですね。伝説ってか、もう有名になった奇跡の藍染め糸なんですけど、これ不思議な話なんですけど、恵子さん相当上手に色止めをするので、恵子さんの草木染めの色が、草木染め差し子糸の色が差し子をしながら落ちるってことはまずないです、経験上。色の変化はするんですけど、落ちることはほぼ、色移りすることもほぼない。
まあ、もちろんその漂白剤とか使ったら一発でバイバイですけど。ちゃいますよ。これはあのこの爪の中の黒いのはあの屋根の修理から来たやつです。ちょっと待って、今ピコーンって恵子さん起きてる？起きてる？恵子さんから来た？来てなかった恵子さんから、残念。火曜日の配信であのまた詳細はお話できるかなと思います。でもそうか、その結構みんな草木染めというかあの藍染めの、うん、違う、草木染めの刺し子糸を販売されてる方って色指定はあんましてないか。そう言われて今考えてみたら暖色系とか寒色系とかっていうのは指定はできるけれども、この色くださいっていうのは草木染めではなくてもいいってこと。いやでも蔵前のマイトさんとかはがっつりやってるよな。一回その話もしたことがあって、その恵子さんと二人で話をしてるときに、その毎回僕染め上がるたびに新しい番号をつけて、それをまた写真に撮ってそれをウェブサイトで紹介してっていうのがすごい手間で、もうええやないかと、もういいよと、ラックダイムだったらピンクっぽい色になるよっつって、それでもう販売したらいいんじゃないっていう話をしたんですけど、やだって言われて、やだって。その職人気質なんでしょうね、できるだけ期待を裏切らない色にしたいっつって。だからもうラック材だけでだって4種類ぐらいあるし、ログウッドなんか多分6種類ぐらいあるし、アカネもだから、アカネはやりやすかったんだ、アカネはその触媒変えると色が変わるのでやりやすいっつって。もう恵子さん変なとこで頑固なんですよね。まあでもそれがいいんですけど、変なとこで頑固なんです。今邦子さんオフ中なんですね。お豆腐中なんですね。ちなみにこれ僕の性格なんですけど、高価な糸、貴重な糸を使うときは本当にギリギリまで差し子するっていうね。いかに普段は適当にやってるかって話ですけど、はい、いやまだいけるか、ちょっといけそうだな、まあ、いいか、ちょっといいか、よいしょ、少々お待ちを。結構刺しましたね。結構刺したぞ。あれ相当刺したね。話しながらだけど終わりがない。あれ？結構上手じゃない？ギリギリいい感じじゃない？これぐらいだったら許すかな自分も。なんでこんな光るかね。ちょっと超贅沢なことしていい？どうせなんでやろう。まあ多分こんだけ参加すればハッピー分には間に合うだろうから
ちょっと贅沢なことします。ちょっと贅沢なことを、多分ってか絶対大丈夫だと思うんだよな。ハッピーには大丈夫大丈夫。一箇所は余分に使ってるので、よいしょ。贅沢なことします。日本撮りっていう。やっぱね、糸の色は一本撮りと二本撮り両方で見ないと、糸の色、おう、マジっすぞ。どうせやるならちょっとね、がっつりこんだけご紹介いただけるならもうがっつりやろうよ。こういうなんか刺し子糸の色糸紹介もありよね、配信としては。贅沢だけど、でも多分想像して想像する限りすごいかっこよくなると割れる。割れちゃダメだよ。ちょっと待って、これはがっつり刺してから見せます。なんで割れた。ちょっとずらした方がいいかな。ね、光ってますよね。なんでですかね。なんで光るんですかね。扱ってる人間が分かってない。なんでなんで。ちょっとだ。なんで光るんだ。まあ、もったいないと言いながらも、でも145メートルはあるからね。そんなケチケチ使ってても。そうなんです。結構そのツヤがあるんですよね。なんでってこと全然ごめん、わかんないんですけどね。なぜかツヤがあるんですよね。こんなこと言ったら、こんなこと言ったらちょっとみんなドン引きされるかなと思うんですけど、
本当 のドン引きされる話なんですけど、恵子さんの草木染めとって、恵子さんの綺麗になれっていう言葉を聞いて染まってるので、本当に喋りかけ喋ってますからね、あの染め釜に向かって。ボケたかなと思って、大丈夫かなと思ったんですけど、なんか本当になんかもう恵子さんの中で気合を込めると染め上がりが違うっていうのがなんか結論らしくて、たまにあの願ってます、懇願してますもん、お願いだから綺麗に染まってっつって。特に昔は、今はもう多分僕が知ってる恵子さんはもうひたすら亀に向かって、亀っていうかバケツに向かってお願いってお願いしてました。刺し子するときはそこまで思い込めてない、思いって言葉にはなってないんですけど、染まるときは本当に言葉になってましたね。美人な、そう、美人さんなんです。まあでも本当言霊って多分あるんだな、本当でも思いを込まって、本当に思いを込めまくってると思う。なぜかというと、その思いが形にならないと恵子さんの次の作品が進まないので、あの何回もお話してますけど、恵子さんが刺し子糸を染めてる理由って、あの販売するために基本的に染めてなくて、自分が欲しい糸を作るために染めて、結果人気が出てきたからあの販売してるんですけど、販売してる理由もそのね、お金をいただいて資金が増えれば新しいものを染めれるよねとか言って、新しいの染めるのってちょっと失敗も含めてやっぱお金がかかるものではあるので、まあでも今後はその失敗がなくなるから自由にやってもらっていいよね、紅花やりたいとか言ってたり、何をやりたいって言ったの、コチニールはちょっとでも何かをやりたいって言ったんだよな、何だっかな、でも、はい、恵子さんの糸と刺し子の作品はとてつもないぐらい思いがこもってるので、ぜひ。たまに喧嘩するけどね、あの糸と作品が、思いが強すぎて、それもでも面白い結果にはなるので、そう、恵子さん探求心が半端ないのと、あと多分なんですけど、基本的に人を楽しませることが好きなんですよ、恵子さんは。で、まあ、こんなこと言ったらなんかちょっと子離れできてない、親離れできてない親子で、かっこ悪いっちゃかっこ悪いんですけど、僕がその家業に戻ってきて、なんだかんだで僕が上司になっちゃったわけです、いきなり。恵子さんはそのね、家業のメインじゃないので、僕の意見を聞いて経営判断とかを受けて刺し子のデザインとかをしたのが恵子さんだったので、基本的に僕がちょっといろんなことを決めちゃってて、でそれがなくなった後って、あの恵子さんのアツシをどんだけギャフンって言わせてやろうかっていうのがどうもテーマらしく、その僕のやばいそれすごいねっていう言葉を聞きたいがためにやってるところもなんかゼロじゃないっぽくて、でなんかその昔はあの結構ダメ出ししてたんです、こんなん売れるわけないじゃんとか、こんなんその元が取れないっていうのが元なん、あのあれなんです、あの元が取れない採算が合わないっていうのが僕の判断基準だったので、結構ダメ出ししてたんですよ、こんなん作ってもダメだよとか、よくあのちょっともうちょっと頭使って作品使って作ってたと、結構厳しいこと言ってた、上から目線で。まあでも経営的にはそれ大事な話で、好きなものを作
ればそれでいいってわけでもないので、でそれがなくなった後にはもういいよ好きなもの作っていいよってお金もそんな気にしなくてもいいから好きなの作りなつって、もう俺が最後にできる親孝行だわつって始めたら、親孝行じゃなくてなんかもうあんだけ言われた淳をギャフンっていうためにはどんなことしたら、でまあもちろん楽しみながらですよ、淳を驚かせたいみたいなところがあるらしくて、もうだから作品作り出したってのは僕には絶対言わないんです。新しい作品作り出したよってのはほぼ言わないです。できた時にできたどうってくるかわいい、かわいい母親です、かわいい母親です。でもだからこそですけど、やっぱすっごい気合いは入ってますよね。でやっと最近、やっと最近ですけど、その特注でお仕事をいただくことも出てきて、それはそれでやっぱすっげえプレッシャーで気合い入ってますけど、ただ恵子さんの真髄のなんか作品なんかはやっぱり遊び心いっぱいな感じなのが僕の中では一番好きな作品ですかね。今回も何個か持ってていくと思いますけど、大島紬の古墳に前差しとか やっていいんですけど、採算は合わないんですよ。でもそれをあえてやっちゃうあたりが、しかもリバーシブルなんだよとかってすげえ喜んでるし、そこら辺やっぱあれですよね、恵子さんを自由にすることができてよかったかなと今更ながらには思いますけどね。大島の泥大島の古墳に差し越しましたよ、知ってましたよ、売れちゃったけど、まあでもあれがの値段だったら売れるわなとは思う。ポンと売れた本当にもうポンっていうレベルで売れたですよねって、まあもうちょっと高いお金、高い値段つけてもよかったけど、でもまあ初期だったしと思って、ウェブに乗っける暇すらなかった、ポンって。タブーではないんですけど、泥大島に差し越するのは、その前職時代からもやってたことなんでタブーじゃないんですけど、ただ採算がなかなか、泥大島の古墳なんかもそれだけでもね、それを押し立てるだけで10万になっちゃうものなの でもそこら辺やっぱ楽しんで差し子やっていけたらいいかなと思いますね。これ見て見て、この日本撮りのこの最後、こんだけしか残ってない。僕はもうね、恵子さんもう3年前ぐらいにギャフンって言って、もういいんです、僕もういいよって言ってるんですけど、恵子さんなんか僕もう、すいませんでしたって謝ってもいるの、恵子さんに。ほんと才能さえつけてごめんねって言ってるんだけど、もうなんか斜め45度行って、もうよくわかんないとこ行ってますね。僕もギャフンって言ってますよ、言ってるし、叶わないとすら思ってるので、あらもう才能だよ。あの刺し子って、その針仕事としての刺し子だけだったらね、叶うとか追い抜くとかっていうのもあるかもしれないですけど、あのたったこんなちっちゃい布地から一個の作品にしていくのはもうあの人のあれですね、才能ですね。あ、残り1分になっちゃった。ちょっと今これもう第2回おかわらでがっつりがっつり見せるけど、やっぱね、日本撮りもありっちゃ、でも色が全然違う風に見えるんですね。どう、なんで？おかわら行きます。あのおかわらでこの今やった日本撮りと一本撮りの違いをお見せするんですけど、なんでだろうこんな違うの。同じと僕見えるか見えるわ、同じ人に見えるわ。20秒で切れちゃいます。おかわらすぐに入れると思います。おかわらにすぐ入れますので、よかったら遊びに来てください。ではでは一回終了します。おかわら入ります。お待たせしました。お待たせをいたしました。
トムさん早い、毎回早いっすな。ちょっと浮いちゃってるのはご愛嬌なんですけど、日本撮りのとこもうちょっと張り目大きくすればよかったな。ちょっと張り目小さすぎましたね。それでもやっぱり、あーでもやっぱ個人的には一本撮りかな日本撮りしときながらですけど、やっぱ一本撮りかな、一本撮りだな。うん、糸に埋もれたよ。これ今回の日本撮りは完全に糸に、見て見て、多分これ小津さんが言ってるのってこういうことだよね。ちょっと待ってね、見て、完全に埋もれたこれ糸の終わりですけど、埋もれてしまってどうしようもなりません。完全これ埋没ってこういうことだよね。むしろ足らなかったぐらいよね足らなかったね。よしよしよし、どうしよっかな。ちょっと練習、投票練習、もうまあちょっと全然準備できてなくて、今日もダラダラ差し越してるだけなんですけど、次どの糸で差しましょうか。今手元にあるのこの3つしかない。うん、探しに行けばあるんですけど、手元になぜかこの3つしかなくて、どれがいい？これさっきの緑とピンクと柿渋、どれでやりましょう。でも網だくじだな、8人ぐらいだったら網だくじいけるよね多分ね。そうね、じゃあ次回あるかな、まあ、待ってほしいな。柿渋に1票では、もうその1票で動き出そうかな紫、これ見えます？これでもやったよ。これがそれ。よし、じゃあちょっと柿渋に行きます、今日は。柿渋もやってはいるんですけどね。これね、やっぱ、この糸のビヨーン、この移り変わりを楽しんでもらえれば、全然見えないか。この次にじゃあ紫やります。紫やるよ。これ柿渋です。柿渋の残染めです。あ、ちなみに柿渋はね、恵子さんやってやれないことはないんですけど、すんごい臭いので、岐阜のイラブオガキっていうなんかすごい伝統的な柿渋をされてる方がいらっしゃって、そことコラボして染めてもらってます。なので恵子さん染めじゃないんです柿渋は。でも恵子さんがお願いしに、本当岐阜なんでお願いしに行って、一回やったんですけど、ちょっと近所迷惑になるなっていうのがもう圧倒的に分かったぐらいの臭さだったので、本当に臭いんですよ柿渋って。愛も臭いけど柿渋ってもうどうしようもならないレベルで臭いので、で日光の当て具合によって色が違ってくるんですって。なので柿渋臭くないですか？僕が知ってる柿渋すんごい臭いんですけど、
無臭柿渋とかもありますけど、柿渋って臭いかったはずですよ。てか臭いよ。いい匂いでは、決していい匂いではないです。あえて重ねていくスタイルで、そうだからやっぱりね、邦子さん違うこれ邦子さん聞いてるかな。邦子さんはあのお電話で注文をいただいたんです、恵子さんに。あの邦子さんと恵子さん両方から似た人を紹介してくれてありがとうございますって僕のところに連絡来ました。相当気があったらしい、電話越しで行くんじゃないかな、あの調子だとね。多分恵子さん行くと思うよ、宮城に。こんにちはーっつって、楽しかったーっつって連絡来たもん。ありがとう、紹介してくれてっつって、おおみたいな、おお、なんとなくね気が合うだろうなっていうのは。やっぱものすごく臭いですよね。ものすごく臭いんです、本当に臭いんです。あの愛も臭いけど、柿渋もそうで、あのそうね。なのでやっぱいつかやろう、やりたいね、藍染めとかさ、柿渋の液とかもそこからもらってそこでやれたらいいよね。持ってくのが大変だけど、楽しいよね。僕はまあひたすらご飯と梅干し食べてますけどね、横で。そうなんです、そうなんです。あの本当全然青、ま、全然もう渋い青、もう全然赤くなってない熟してない柿を絞るっていうか、まあもう砕くんですよね、あれって。多分絞れないもんね。で発酵させてって、結構手間がかかる作業ではあって、ただ下手したらまあでもどっちがいいとは言えないですけど、やっぱ藍染めと同じぐらい興味があるとこではあるんですよね。やっぱ藍染めの方が海外からの人気は高いというか、ジャパンブルーで海外からの人気は高いんですけど、柿渋っていう言葉もやっぱ今後も増えていくんじゃないかなと思いながら、ただ本当に難しい、扱いはすごい難しいと思う。あの同じ色を作るのがすごく難しい染め液ではあるので、染料ではあるので、そこをいかに。でも黒っぽい色も出せるしね、藍染めではおそらくですけど出ないだろう黒っぽい色が出せるのは柿渋の魅力の一つですね。柿渋は虫がつかないですね。柿渋は虫がつかないし、他にもいろんな効用はあった気がします。忘れちったい。この偉そうに話してますけど、僕ほんと染めに関しては素人に毛が生えたようなもんなんで、皆さんにまたいろいろ桜の染めとかもいろいろやってみたいんですけど、なかなか手が回らない。僕の趣味言いましたっけ、言ってるよね、僕の趣味は家具作りですって。そう、家具作りとか家の周りの、昨日はだって一日中庭であの畑作ってましたもん。雑草抜いて耕して土柔らかくして、で今トマトの苗作ってるんで、トマトの苗植える準備してって、
素朴な疑問なんですけど、刺してて手に色が映る合図メヌのは選択した時に色、この合図メヌのは下手すると映る。なのでこの布、あの僕らが使ってる合図メヌのを選択するときは気をつけてください。この布は落ちます、色は落ちますし、下手したら映る。ただ糸には映らないです。なぜかというと、まあ、コーティングされてあるっていうのも一つなんですけど、これ間違ってたらごめんね。こんだけ公の場で話すのが間違ってたらすっごい恥ずかしいんですけど、これ僕の理解なんですけど、天然の藍染めにも2種類あって、スクモで染めちゃうのは本当にもう染み込ませる線なの、の染料なので、逆にもうスクモで染めると色落ちないです。ほとんど落ちないです。ただ一般的に言われる藍染め布とか、そのインディゴ、インド藍で染める布、これもインド藍なんですけど、インド藍で染める藍染め布っていうのは糸を染めてからそれを旗織り、その生地にしていくわけですよ。お指にしちゃうんですけど、その時ってね、藍の粉がつくんだろうなと思うんです。だからその粉が落ちるんだ。この色って藍の色が落ちてるんじゃなくて、粉がついてると思ってもらえれば一番わかりやすいかも。だからすぐ落ちるんですよ、この手の色なんかも。これも一発洗ったらすぐ落ちるんで。でもすくもの藍染めは手洗っても落ちませんからね、簡単には。あーごめん、小津さんのやつ見てなかった。なのでその意味合いで、これが手にも映るんだけど、白糸にも映るかもしれないんだけど、白糸に映った時はそれが洗い流されるので、これに、白糸で差し込したところで洗っても全然糸には青色はつきません。逆に白糸で差し込すると差し終わりがちょっと青くなるんですよ。差し終わりがちょっと青くなるんですけど、それは洗うと白に戻ります。だからまあまあ、でもほんとすくもの藍で、本当はすくもの藍で染めた藍染めの布地を使って差し込するのが多分一番楽しいんだろうけど、予算が予算がよ、予算がよ。すくも立ててそこで染めて差し込して、微妙なコーティングされてるよ、あのうちの差し込みとは。どこ行こうかな。そう、まあでもいいです。その夏はやっぱ仕事が増えちゃうので、もう本当でもそう考えるとあれですよね。昔の差し子してた人の生き方をしてるんですけど、あの夏は畑仕事とか家の補修やって、冬は差し子ってどないやねん。でもそれで食べていけるんだ、まあ妻がいるからってのもあるけど。基本的にやっぱ自分でするのが好きなんでしょうね。雨どい壊れたからってね、修理お願いするのもいいんですけど、詰まったぐらいだったら取り外して直せばいいかって思っちゃうあたりがやっぱ向いてるんだろうね。でも技術の時間とか大嫌いだったのにな。なんでしょうね、技術家庭が両方嫌いだったのに、今では家具が多分ね、これ僕じいちゃんが両方、母方も父方もじいちゃんすごい好きで、お二人とも亡くなっちゃってるんですけど、おそらくね、これもうじいちゃんが乗り移ってるんですよね。俺の体を使って好きなようにやってるんですよね、多分。
2人とも本業を持ってながら趣味があまりにも多すぎて忙しすぎたじいちゃんで、片方のじいちゃんはタクシードライバーしながら鯉の養殖やら家具作り、家建てたレベルだったはず、家も作れるぐらいの力はあって、で僕夏の工作大嫌いでじいちゃんにお願いして一緒に作ったんですけど、明らかにもう小学生のレベルじゃないものが完成してきて怒られた記憶ありますもん。お前自分でやってないだろっつって。でもう一人の方は味噌作りとか、お味噌まあそうね、毎年お味噌作ってたし、お餅も毎回ついてたし、養蜂やってたし、狩りもやってたしって、ああ失敗した。そう考えるとやっぱじいちゃんの血が入ってるのかもしんないですね。ちょっとごめんなさい、失礼しました。こんばんは、どうもです。遅い時間からお疲れ様です。ちょっと失敗をしたので、こっから緑に、緑じゃねえや、こっからここからピンクにちょっと移行します。この自由な差し子がね、案外楽しくなってきてるっていう。いやもう次のプロジェクトは決まってるので準備するだけなんですけど、この自由にも何にも考えずに差し子をするのはなんか楽しいですね。好きなこと喋りながらさ、なんかカウンター席しかない居酒屋で管を巻いてる感じがすげえ好き。お酒もタバコもやってないけど、グダグダ感がすげえ好き。これ風呂敷になる予定なので、風呂敷としてあの使えるかどうかは別としても、1枚のもうすんごい丈夫な布にはなるので、風呂敷として使ってみようかななんて思ってますね。なんで今日こんなに布割れるかな、湿気、雨降ってるからかな。不思議、なんで本当に割れるね、不思議。ね、ほらまた割れたでしょ、なんでですかね。声が違う、声違いますか。細かい作業、細かい作業ですよ、差し子は。細かいけどでも心はでっかく、全く意味が分かりません。声違う、多分それね、多分休んでるからじゃない、体力、あの違う、いや声が違うのは楽しんでるのもあるんだけど、ストレスがないから。あのワークショップもとりあえず次は7月なのでもう2ヶ月あるし、ほらワークショップがあるとさ、席埋まらないかなとか、宣伝しなきゃなとか、その差し子以外のいろんな仕事が発生するわけですよ。その採算合わせるためにね、全くゼロじゃ、ゼロとか1人とか2人だと採算が合わないので、なのでそれを考えるとやっぱりどうしてもいろんなこと考えてストレスが増えて、まあ前回みたいになっちゃうんですけど、
今ワークショップが終わった直後って本当自由、まあ自由ではないですけど、なんていうの、やらなきゃいけないことはいっぱいあるし、やりたいこともいっぱいあるんですけど、でもストレスがない少ない状況なの、状況なのでやっぱり楽しいですね。すいません、コメントを追います。布を重ねてではなくても差し子するだけで丈夫になりますよ、なります。昔の剣道着もそうだし、足袋なんかもひたすら波縫いするだけで、波縫いするだけで丈夫な布になります。加藤さん、こんばんは。加藤さんこんばんは。すいません、なんかちょっと待ってくださいね。僕の知ってる加藤さんだったら申し訳ないなと思って今。失礼しました。もちろんです。ちょっと聞いてください。どこ行ったっけ俺、どこだ、何やってたっけ。眠いよね、絶対眠いと思うわ。よくこの時間帯に、ありがとうございます本当いつも。あ、そうそう、ちょっとまたこれ違う話になっちゃうんですけど、とうとうですね、娘がですね、お母さんと寝るようになってしまってですね、僕がワークショップ行ってた3日間、まあ、2泊でお母さんと寝るのも楽しいって分かってきたらしくて、最近僕今一人にさせてもらってるんですよ。一人で寝てるんですけど、夜とかを配信やれるなと思って。おやすみなさい、また来週ぜひぜひ来て。この時間はきついよね、ありがとうございます。そう、僕自身はすごい寂しいんですけど、でも夜時間ができるのはやっぱありがたいので、夜配信、アメリカ時間の夜配信もしようかななんて思ってはいるんですけど、やっぱ日本時間はやっぱ日本時間の昼になるとやっぱ見てもらうのは難しいですよね。アトリエカズさんの加藤さんですね。はじめまして、こんばんは。いつも拝見というか、いつも綺麗な人拝見してます。なのでちょっとね、日本時間の昼になる配信は YouTube でやりつつ、みんな知ってるんですね加藤さんね。YouTube でやりつつ、まあこの配信はもうずっとやっていくよ。カーキンの、まだでも1年やってないからね、まだ頑張れるよね。あ、ゴールデンウィークだから、ゴールデンウィークだから皆さんやっぱいらっしゃるのかな。染色の本職の方だと気
緊張するな。恵子さんも染色だけど、染色の本職だけど、僕が刺し子以外は染色じゃないので緊張してしまいますね。今日ゴールデンウィーク何日目？3日目？ん？あと何日？全然ついていけてない、日本の。シンコデマイヨだよっていうぐらいしか分からない。明日がシンコデマイヨだよぐらいしかもう頭の中にないので、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークってなんぞやみたいな。あと3日、水曜日とかも違う、次の日曜日で終わりってことですよね多分ね。じゃあん、次の日曜日、そうだよね。9連休っすか。冬眠してしまいそうだ、9連休とかあったら。明日仕事お疲れ様です。明日土曜日お疲れ様です。あの観光地で生まれ育った僕にとってはもうゴールデンウィークイコール一番忙しい時なんで、もうあんま休むっていうイメージはないんですよね、ゴールデンウィークで。喜怒哀楽。そう、なんかまあこれ半分冗談なんですけど、半分冗談、ほぼ9割冗談、9割あのあれなんですけど、あの妻と将来どこで過ごすか、どこで生きていくかっていう話がちょっとたまに最近出てくるようになってきて。なぜかというと、まあ、妻の仕事がちょっとこの時期、妻の仕事のストレスが半端なくて、で毎年この時期になるとあのどうしようかって話になるんですけど、久々にね日本に行くっていう手もあるかっていう話になってきて、なってきてというか昨日一回なっただけなんですけど、レンタルファミリーの記事をニューヨークタイムズで見つけてきて、これありかもとかって、いや俺はみたいな話になってたんですけど、やっぱ日本だったら俺何の仕事できるかなとか今だと普通に思っちゃうよね。大塚は実家から。やっぱゴールデンウィークは皆さん違いますね、いろんなとこからですね。高山行った人は多分多いでしょうね、ゴールデンウィーク。高山すんごい人いますもん。やっぱ稼ぎ時だしね、接客を、観光業の人に関してはもう本当稼ぎ時なので。でもそう、なんか日本に帰る、まあ万が一ですけど日本に帰るとしたらどんな仕事ができるね、ちょっと不安になる時はあるわ。差し込みとバカ売れ、なんのうちの、うちのは恵子さんのはあんま売れてないよ今回は。ああ、でもいっぱいお任せキット買ってくださった人はいる。刺し子糸の値段設定は
あーでもあんなもんじゃない。あ、なに、どの値段設定。僕の元前のお仕事の値段設定だったらあんなもんじゃない、あんなもんじゃないっていう。恵子さんのは値段設定どっちの話だろう。恵子さんの値段設定だったら頑張りました。あ、 ありがとうございます。恵子さんの分回セット。いや、そう、ありがとうございます。お値打ち感は出したいなと思いつつ、ただ、その、僕が差し子をする上で、その、なんつうのかな。3、4年前までは僕、糸使い放題やったわけですよ。ほんと、糸は使い放題な人生を送ってきたわけです。だって、ね、そこに糸落ちてるからね。そこら中に糸が落ちてるような場所で育ったので、で周りは大体誰か差し越してるんで、糸ちょうだいって言ったらもらえたし、なんかもらいたばこみたいな感じで、でずっとだからあんまりそのいい意味でも悪い意味でも、あ、またやっちゃった、悪い意味なんだけど、あし、まあ、話しながらとこういうことをするね。ちょっと待ってくださいね。そうそう、絡まってる可能性もあるから安くするっていうのもあるんですけど、そのいい意味でも悪い意味でも僕庶民感覚がなかったんですよ、差し子に関する。その庶民感覚っていうのはおかしいんですけど、ユーザーの感覚がなかったので、いくらが適正価格かっていうのが全然分かんなくて、差し子糸をするときに。で前のその前の会社時代の糸の設定はすごい、もうビジネス的に仕入れ糸がこれだけ、まあ、仕入れ値段がこれで、で1年に売れる数、まあ、売らなきゃいけない数はこれぐらいで、損益分離点はここら辺でっていうのを全部計算して値段決めをしてたんですね。もう本当冷徹に、冷徹に、本当にもう冷徹っていうか冷静に、もう本当数字だけを見て値段決めをしていて、で恵子さんと2人でやるようになると今度やっぱ糸を買わなきゃいけないんですよ。とやっぱユーザー感覚としてどこら辺までの値段だったら買えるかっていうのがやっと最近身についてきたんですよね。で個人的な意見なんですけど、個人的よ、145メートルの差し子糸に1400円は出せない、出したくない、ごめん、1200円が多分ギリギリで、世の中にはあるんです、草木染めの差し子糸で、なんだろう、80メートルとか50メートル稼で800円とか、だから145メートル稼だと、まあ、2000円近くなっちゃう差し子糸もあるんですよ。あるし、拝見したこともあるし、めちゃめちゃ綺麗だから、それぐらいの色だ、それぐらいのお金を出してもいいかなと思うんですけど、もう多分1500円を超えたら糸として使えない気が、使えないというか、まあ使えるんでしょうけど、なんかうんっていう気が僕はすごいしていて、でそこら辺も恵子さんもちょっといろいろ話をしながら、恵子さんがね、恵子さんが必要な時間とか恵子さんが必要な手間とかもいろんなこと全部換算して今の値段がついてるんですけど、ただやっぱやっぱね、糸に関してはそんなに値段上げたくないんですよ。なぜか使ってもらって広めてほしいから。もうそこら辺本当にね、もう僕の今僕頭の中に2つの私がいて、1人はその1人はもちろんですけどビジネスとして成り立たせなければいけない私さん、私がいて、ちょっと怖い私がいて、もう1人は恵子さん寄りの、ガンガン恵子さん寄りの僕がいて、使っちゃいなよって言いたい人間がいる、言いたい僕もいて、その
で無版に関してはそのぶっちゃけ材料費だけ回収できればいいかなぐらいの気持ちではいるんです。あの材料費プラスアルファが回収できてまた恵子さんがそれで新しい糸を染めれるんであればそれがまた練習にもなるしそれでいいかなと思ってあの値段です。なのであのその本当お気にせずガンガン注文ください。安いと思いほどくほどくって言ってもらえるとありがたいんで、あの特にこの色が欲しいっていうんじゃなければあの無版ガンガン注文してもらえればうんいけると思う。まあただ無版がなくなる可能性もあるのでそんなに失敗しないので逆に言うと、ただあの無版を買ってもらえれば他の糸を一緒に注文してもらっても送料は無料になるので定形外ですけどそこら辺も考えてご利用いただければなと思いますね。結構差し子いっぱいになってきたわこれね。えやっぱ緑いいですよね。あの緑今恵子さんに問い合わせ中なのでもう少々お待ちください。うまくいったらうまくいったらというか在庫があったら抽選で販売いたします。どんなんや抽選で販売って。もう一回じゃあ今日終わる今日の締めくくりにもう一回あれで差し越しようか。もう一回奇跡の緑で差し越して今日終わろうかな。今日ごめんちょっと3次会なしで2次会で終わろうかなと思います。これ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 で3次会なしで最後これで終わろうかなと思います。ぐるーっと縁やろうかな。ぐるっと縁やろうか。ああちょっとあと次回の火曜日なんですけど、こずあのハッピーに移動するのもありと思いつつ一本です。緑の一本です。あのハッピーをやらなきゃいけないしやりたいなと思いながら糸切り祭りもちょっとしなきゃいけなくて、もしかしたら糸切り祭りになるかもしれません。僕のデニムの差し子が終わったんですけど糸を切ってなくて、糸を切ってないので糸切り祭りをしようかななんても思ってます。ちょっとも しですけどあの本当たらればで申し訳なさすぎるんですけど、もし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 恵子さんの家に在庫が緑の在庫があったら、あのインスタグラムでその在庫があったよっていう旨をお伝えしますので、その後の投稿にコメントをください。今もう言っちゃおうか、その投稿にコメントください。で欲しいって言ってくださった方を火曜日の配信で網だくじで決めます。で値段はログウッドと変わらず他の藍染めとかと変わらず1200円で大丈夫です。海外だと僕それをちょっと結構海外で売るときは結構やっぱね2倍ぐらいの値段にしちゃわないと話にならないので、海外では結構の値段になってるので1200円でお願いをいたします。でもこれでなかったらごめんね。多分僕恵子さんの性格上少なくとも2本ぐらい隠してるんじゃないかなと思うんだよね。その万が一僕がギャーギャー言い出した時のためとか、いや
あるんです。僕結構ギャーギャー言うんですよ。その小津さんのご利用しってまだほら礼儀があるご利用しじゃないですか。礼儀がある ご利用しだから無茶無理難題を言わないんですけど、僕が恵子さんにする無理難題って結構本当に無理難題で、できないとかっていう言い訳聞きたくないからお願いだから染めてくれないとかって結構言っちゃったりするんですよ。もういでそういうのが恵子さん本当実は嫌で、それ用にね隠してる可能性もゼロじゃないんだよな。あでそこの投稿に手を挙げてもらえれば、その当日いなくても阿弥陀くじには参加するので、ぜひ手を挙げていただければと。当日いなくても大丈夫、まあ、いた方が多分盛り上がるけどね。恵子さんが自分用に取ってある可能性もゼロじゃない。僕のご利用とか多分嫌だと思う。みんな嫌がってたもん。僕のあのね、僕の下で働いてくれてた部下とか部下の方とか多分僕のこと嫌いだろうなと思うもん。不条理なことしか言ってなかったから。いやありがとうございます、小松さん見てくださって。小稼ぎにするのもありんだけど手間が半端ないので、そこはその抽選で当たった人が分けるよって言ってくれたら分けてくださいぐらいでもいい。いやその小稼ぎに、僕らが小稼ぎにすることをやってやれないことないんですけど、ちょっと値段も上がっちゃうし面倒いして、それ抽選、まあちょっとでも本数による。ほんと1本しかなかったらそれこそ小稼ぎに しないと申し訳ないし、 3,4 本あるんだったらちょっと、まあでもそれもだから 3,4 本あってさ6人ぐらいだったらじゃあ小稼ぎにしようかなと思うけど、2本で、ね、10人ぐらい手挙げていただいたらもうそれはなんか申し訳ないので、なんか逆にもうはねパツッと切っちゃって次回に交互期待の方が平等かなというかフェアな感じはするので、ちょっと本当何本あるかな、ここに2かせはあるんです間違いなく。なんででも1かせしかなくてよ、10人手挙げて全員に分けたら1人何 ?20 メートル弱よ。20メートル弱だと何にもできないよ。ドキドキですね。もう俺が多分ね、今誰が一番ドキドキしてるって僕が今一番ドキドキしてると思います。なぜかないって分かった瞬間にそれを発表するこの申し訳なさ、ここまで盛り上がってるのにすいませんありませんでしたって言わなきゃいけない僕のクラス苦しさをちょっと、そうね、もうやっぱ一かせで二人ぐらいが限度かなと思いますね。あのそれは僕がやる上で、それ以上でやってもらえるんであればもうそれはもうあのオリンパスの人20メートルなんだ、付近1枚させるんですね。それもじゃあありだな。じゃそれなの、あの当たった人がさお仕事でやってください。すんごい申し訳ないけど、あの転売ヤーになってください。恵子さん聞いてみるけど、小稼ぎにする勇気ある、小稼ぎにする元気あるって聞いてみるけど、ちょうどギャラリーが挟んであるので、そうギャラリーがあるからね、
転売ヤーになってもらえれば。あ、でもちなみにカズさんの糸ってどこで買えるの？俺あんまり糸を他の人から買わないからあれなんですけど、皆さんは他の草木染めの糸はどこから買ってるんですか？やっぱ染め元ってか染めた人が販売してるの？その製造元公認転売ヤーになってください。しかもあの横流しじゃなくて加工して転売するっていう。デパートの催事か。デパートに口持ってらっしゃるんだ。それは強いね。え、カズさんネットで売ってる？ヤフオク。はあ。いろん、まあでクリーマーもそうか、クリーマーもあるしか。へえ。なんですね、遠いな。3ヶ月待ち。へえ。キャーこんなん俺が聞いて俺に面と向かって言ってくれる人がいるかどうか分かんないんですけど、ぶっちゃけどこの糸が一番刺しやすい？あの本当お世辞とか全く何も抜きで、そのこれはその二ツ谷恵子とか刺し子の日本の販売担当としての言葉じゃなくて、あのアメリカで刺し子を紹介している僕の会社の一人として聞きたいんですけど、その例えばですよ、日本から仕入れてアメリカで刺し子糸を売ることも考えてるんですけど、どこの糸が一番いいと思う？盛岡手作り村の刺し子糸はすごい安いんです。へえ。あと10分あるからみんながっつり突っ込んできて、みんながっつりもうぶっ込んできて、10分で後腐れなく終われるから。あの本当だから横田さんとかさ、横田さんとか内藤昌司さんとかいっぱい糸を作ってるじゃないですか。あのどこの糸を仕入れたらお客さんというか僕のアメリカのお客さんは満足すると思う？いいぞ、ぶっ込んでこい。過去の自分と戦ってる感じがするね。過去の自分と戦ってる感じがするね。いいね、ひしひしと感じるね。2008年から2013年の自分と戦ってる感じがするわ。家庭糸の方がいいんだ。家庭糸ですか、刺し子糸じゃなくて？ふむふむふむ。もうひしひしと伝わって、へえ、ホビーラホビーラの糸が好きなんですね。へえ。カーバルさんめちゃめちゃ参考になるわ。ふむふむ。
恵子さんの意図は基本的にはやっぱ日田幸子と似てはいるんですよね。元が一緒なので。だるまですね。やっぱ横田さんにも連絡してみようかな。あのグリグラの丸糸さんとはお話をさせてもらって、なんとかちょっとアメリカでも実験的にやってみようかなとは思っていて、あの多分ですけど、あのパステル系の色はアメリカで受けるんじゃないかという、あのまあこれ本当色々だけでの感覚で、使い心地とかはあまり、まあ、二の次っていうとおかしいけど、やっぱ某メーカーより良ければいいかななんて思ってるので某メーカーって言っちゃったけど、某メーカーより品質が良ければまあアメリカの市場では流れていくだろうという、そのやっぱりね、恵子さんが染める糸が一番僕は好きなんですけど、それだけだとやっぱりお仕事会社としては成り立たないレベルで生産量が少ないのでそんな1日20本しか染められないとか、どうやって販売せえ言うねみたいな。なのでそういうのも含めてね、なんか刺し子を海外に広める活動の一環としていいといいのがあれば紹介していければいいかなと。盛岡手作り村は染屋滝浦というとこ、へえ、やっぱいっぱいあるんですよね。やっぱ作っていかねば、いろんなところでそのいろんな方と、その前職時代は2013年までは自分たちの人が本当世界一だと思っていて、実際そうだと今でも思ってるしね。 あの糸に関しては多分本当に世界一だと思うし、それだけ僕らも情熱を込めてやってきたので、そこは本当否定しないとか、未だにだって刺し子糸で検索すると僕の書いた記事が上がってくるんですよ。やめてほしいんですけど、いい加減過去の自分と戦ってる感じで。ただあの糸と同じメーカー、同じ、ね、製造元で作ってるっていう僕らの今の糸も十分同じぐらい素晴らしいものだと思うし、ただやっぱ逆に言うとそれだけそのもう自分たちの良さに過信しすぎて他を研究するということがなかったので、ちょうどそういう機会ができていいなというふうに思って、いろんなことを研究していきたいなと思ってるんですよね。だからやっぱね、刺し子やってますっていう以上、いろんな意図をご紹介できるのも強みだと思うので、これでしか刺し子しませんっていうのもそれはそれでなんかかっこいい筋ではあると思うんですけど、同時になんかこういうのもあるよっていろんな提案ができるのは、それはそれで一個の引き出しのね、バラエティというか、それも強みになると思うのでね、またご紹介いただける刺し子糸があったらぜひおすすめください。よう刺したな今日もなんだかんだでよう刺した。あ、もう王子ばっかりいるんですね。あー、俺もなんかもう王子でデビューすればよかったな王子でデビューすればよかったっていう全く意味がわからない発言をしてしまってすいませんでした。でもねちょっとまだね、王子っぽかった時代もあるんですよ。27、28、26、27ね、ホビーショーとか出ればよかったんですけどね。なんせ前職の広告宣伝費予算0円っていうすごい会社だったので、あれさ、あの手先の器用な超絶イケメンですけど、あれ元ってつけてくれるともうちょっと楽になるんですけどね、元にしましょうか本当に王子と名乗ってました。へえ、
キングは逆になんかキングってサシコキングってのえサシコキングですか、バカにされそうじゃない。バカにされそうじゃない。なんかいい称号つけてよ。前もなんかあったけど、よくこの話は出てくるんですけど、何かいい称号をお願いします。サシコ、サシコのおっちゃん、ちょっと待って、この時間に恵子さんから返信来た。神やね、この4分前に来る、これね。5本あるそうです。しかも、だいぶ最近やり方が分かってきた気がするので、いろんな緑が出てくると思います。もしかしたら藍染めじゃなくて前の黄色が目安かもしれませんって。ああそうか、藍染めでの失敗じゃないんだ。藍染めでの失敗じゃなくて、あれ藍を染める前に一回黄色に染めてるんですけど、その前の黄色のバランスがダメなのかと。でごめん、5本って書いてあるんですけど、5本の内訳がこの 初代の失敗作、初代の失敗作が2本で、最近同じ失敗を繰り返そうとしてできた失敗作が3本で、合計5本。合計5本なので、とりあえず5人で、もっといろんな緑ができてくるという話なので、とりあえず5人で新しいものができてきたらそちらをお送りする。まあもしかしては、もしかしたらの当選ってか、当選された方が分けたいって言うんだったら、まあそれはもうお任せするんですけど、ふむふむ。ちょっとね、ごめん、あと2分で1回終わるんですけど、これ恵子さんまだFacebookで何かメッセージ書いてるんで、3回目ちょっといきます。そうだ、生藍染めの色に近いんですよ。ただ藍染め液を使ってるので、生藍染めの色になるのが不思議なんですよね。ちょっと待って、今恵子さんが連絡してくれてる。なのでちょっと第3が行くわ。第3回も10分ぐらい行きます。そうか、よかった。やっぱりね、言ったでしょ、2本は隠したでしょ。2本は隠してるんですよ、やっぱりな。やっぱ隠してたな。いいんですよ、絶対2本は隠してるだろうなと思ったから。で3本新しいの僕知らされてなくて、でも多分知らせるつもりもなかったんですよね、恵子さんね。多分今相当頑張って失敗繰り返してるんでしょうね。とりあえず何か失敗を、さすが親子でしょ。よしよし、ちょっと待って、ですね、すんごい説明された。ちょっと待ってね、第3回でちょっと説明します。一回終わります。ちょっと待っててくださいね。
今ちょっと許可だけ取ってます。あの許可っていうか売っていいかどうかの許可だけ取ってて、相当いろんなことしてますね。相当いろんなことをしてるみたいで、いやーでも恵子さんすごいな、我ながらすごいわ。その草木染めって足し算と引き算だと思っていて、足したり引いたりして色を作っていくと思ってるんですけど、なんとなくね、あんま情報出さないでって言ってるんで、その何をしたらどうなるかっていう情報はちょっとごめん、ちょっとこれはまだ出さないでって言ってるので出せないんですけど、なんかつかめたっぽい。しかも最近ね、ここら辺ね、その親子なんですけど、そのアツシを驚かせるっていうのがベースにあるので、全然進捗を教えてくれないので、でももしかしたら定番になれる可能性はあるみたいです。そのそう、定番化する可能性がある、定番化しちゃう可能性があるけれどもおそらく村にはなる。あ、でも恵子さんの定番化っていうの、村がなくなる可能性があるんだよな。ちょっとそこも聞こう。ちょっとわからない。定番でもどちらにしろいろんな緑は作りたいって言ってるので、いろんな緑を出していきましょう。なのでこの2つどちらかが2本、どっちかは忘れた、わかんねどっちかわかんねえけど、このどっちかの緑が2本とこれに類似した3本があるそうです。手元にさすがにもう返事来ねえかな。たまに恵子さんね、夜パッと起きて返事だけして寝るんですよね。奇跡だよ、この時間に一回起きてメールして寝るっていう。よくやられるから、恵子さんよくやるんですよ。あつしーっつって夜中に電話来て、電話っていうかメール来て、返事してっつって。よし、なのであるつうことは販売もできるつうことなので、写真本当最終確認まで済んだら、最終確認とか恵子さんの本当いろんな確認ができたら、インスタグラムで写真をあげますので、今週末のどっかで、それが欲しい方はコメント欄に希望とか欲しいとかわーとか書いてください。お値段は1200円で多分大丈夫、多分てかもう大丈夫にします。で、送料はかかっちゃうので、定形外だと120円とか240円とかでいっちゃうと思うんですけど、ただもしよかったら他の糸も一緒に買ってもらえると送料が1回で済むのでいいんじゃないかななんて思ったりします。定形外、そうね、200円ぐらいでいく、頭に入ってないや。くにこさんしっかり説明するから大丈夫です。またインスタの配信のなんていうの、インスタの写真の欄ではしっかり説明はするので、ご心配なさらずにと言いつつですね、今も説明しよう、最後に1回だけ説明して終わります。もう今日これで刺し子はおしまい、お腹減ってきたし、ちょっと待って、ここ残り刺して終わる。今から最後に概要だけ説明して終わります。ね、僕の説明があまりにも足りてなかったら、皆さんコメント欄で補修じゃなくて補完してあげてください。本当に何が感動でした、邦子さん、何感動したか教えてください。
何を感動したんだろう。え、楽しかったんじゃなくて感動ですか。え、感動、恵子さんと電話で話して感動。教えて教えて、何が感動したか教えてください。感動、楽しいとは思うけど感動。この綺麗な緑色、この糸なんですけど、改めて説明します。奇跡の糸です。伺いました、ありがとうございます。奇跡の糸なんですけど、奇跡的に日本に3本在庫、3本じゃなくて2本在庫があることが分かり、かつこれに似た糸があと3本あるということで、これ無番、番号がついてない刺し子糸なので、運が良ければセットの中に入る予定だったんですけど、多分入らないので、手元に5本しかないので、なのでこれを次販売するんですけど、販売するときにおそらく 5カセでは足りないと思うので、挙手いただいた方に抽選で、来週火曜日のライブ配信で編みだくじします。どうぞよろしくお願いします。わーい。そう、僕もさ、その2万円お買い上げいただいたって聞いて、それはすごいなと思って、恵子さん多分気持ちでめっちゃ入れるのかなと思って、いいな、それもありだよな。20カセ以上だと思うよ、少なくとも20カセ。火曜日って展示会初日か、初日か、え、いい、展示会初日でもいいよね、いいよな。だって恵子さんこの配信見ないし、皆さんも展示会にいる時間じゃないもんね、夜中の10時だからね。じゃあもうなんか展示会初日で恵子さんとギャーギャー話した感想とかもいただければ嬉しいです。そうそうそう、行った人の話も聞きたいので、ぜひいろんな話を聞かせていただきながら、ひたすら網だくじをするという回にしようかなと。網だくじ、あ、で、あの写真撮影は OK らしいです。恵子さん的にはもう全く構わないらしいので、もしよかったらそのどうしようかな、なんかタグ決めようか、二つや恵子とかでタグ決めて、二つや恵子でなんか写真上げてもらえると、それも写真を紹介しながらのライブ配信にもできるかなと思うので、来週火曜日はじゃあ差し越しつつ皆様のお話聞きつつ写真紹介しつつ網だくじしつつ、写真 OK、 恵子さんは私は構わんよって言ってました。なんでそこだけ私はって言ったのか分かんないですけど、なぜか私はって言ってました。なんでだろうな、 なぜかあのちびまる子ちゃんのおばあちゃんみたいな話からしてました。で、あとはあみだくじで、ただね、このどっちの意図になるか分かんないの、ごめんね、本当そこら辺はどっちになるのか分からないので、ごめんなさい、許してください。今一応恵子さんにその5本の写真送ってとは言ったんですけど、多分今日は来ないので、もうさすがに、のでまたそれの5本の写真来るかな、でもギャラリーで忙しいから来ないかもしれないけど、それが来たらそれと一緒に、それは捨てていいと思うよ、さすがに、さすがにここは捨てていいと思うよ、これは。おう、やっぱり村じゃないけど、いい、今ちょっと見えるかな、一つが思いっきり緑だな、緑じゃないね、これもう思いっきり藍っぽく見えるもんね。ちょっとこれ聞く、一番右が緑かな、でも藍、
束ねてる人、まあ、僕も撮ってますけど、それで差し子はできない。多分とりあえずこの2つっぽい色で5本あるっぽいので、それではとりあえず1回それで抽選会しましょうか。うん、そうしよう。恵子さんのあとちょっと気持ちギャラリーに入れた気もしないでもないって書いてきた多分入ってるなおそらくですけど、恵子僕入れるなって言ったんですよ。お願いだから無番はその販売が難しいから、番号ついてないのは基本的にはそのギャラリーとかその管理しなきゃいけないじゃないですか。ギャラリーは管理するのがとても難しいし、できればどの糸が一番売れたかを把握したいから、全部番号付きの差し子糸をギャラリーで置いてねって一応は釘刺したんですけど、恵子さんその僕のそのお願いに従うほど順序じゃないので、あの他にもないって最後突っ込み入れたら、うーんちょっとギャラリーに入れたかもしれないってかもしれないって、ないかもしれないけど、かもしれないって言ったんで、ぜひあの、あったら感想ください。もう俺が怒ると思ってそういうこと言うんだけど、ただ この2色のどちらかが5本はあるみたいなので、それのあのやりましょう、それをやりましょう。いやだって恵子さんがさ、あの入れたかもしれないっていう時は大体入れてるんです。あのまたこれもあれなんです、あのでもしですけど、もしですけどギャラリーで買うことができたら、あみだくじからはごめんなさいですけど、ちょっと除外をさせてください。いやーでも結構さ、平気で俺に嘘をつくというか、その嘘っていうか多分あれな、自分を守るんだろうな、あれは自分を守るんだろうな。でも逆に聞くとやっぱムラになってるのがいいの？親子だなって言うな。僕も嘘つきみたいじゃないですか。僕嘘はつきませんよ。方便は言うけど、邦子さんのにはもしかしたら入ってこないかもしれない。緑っぽいのは入れるかも。ね、定番化はできるらしいんですけど、そのムラにならないんですよ。
そこが多分問題、定番化イコール村にならないっていうことなので。ね、スルッと買ってってくれた人はあれだよね、運命ですよね。まあでも本当出会いなんですよね、伊藤に関してはおっしゃってるみたいで、ご縁、そう、ご縁なんです。あのこればっかりはね、だ今これあるんですけど、これちょっと見えるかな見えねえかな、これが今送られてきた写真なんですけど、これとこれは今手元に僕が持ってる糸に類似してますよね。これが多分恵子さんが今頑張ってやってるんですけど、どうしてもやっぱ愛に青いんだよな。だこれをこっちに今近づけようと努力はしてるみたいなんですけど、やっぱり今の段階ではここなんだよな。で、糸の村は狙ってやったことがないので分かりませんって狙ってやるほど狙ってやったことがないって言ってるのでまあまああれだな、やるとしたら段染めにしちゃうかもしれないぐらいですね。段染めのすごい段染めの要望はいろんなところから来ていて、海外からも。なので恵子さん段染め頑張るとは言ってるんですけど、あの7年間ひたすら村を作らないことを命にして生きて、ね、村がないイコール草木染めのなんか神髄だみたいな形で頑張ってきてくれた恵子さんなので、そのあえて村を作れっていうのがどうも、まあ、抵抗はあるわな。また来たまた来た、この時間に。あこれは定番にできるんじゃないかな。あこれは定番になるか。今俺が緑っていうか藍染めっぽいよねっていうのをメッセージしたら、綺麗に比較写真も送ってきてくれた。ちょっと光が、こっちがあの通常の濃い青で、こっちがやっぱ緑なんで微妙に緑になるんだよな。まあだからやっぱ今あるこの僕が好き、今あるこの糸は5本なので、やっぱちょっと抽選でやろうかなと。とりあえず番号がつくまでは無番として紹介しますし、恵子さんが安定して作れるって結論が出るまではもう番号はつけられないので、まあまあね、こう本当糸の色ばっかりはどうもなかなか形にできないところもあるんですけど、できるだけ皆様のご期待に応えながらでもこれ恵子さんが多分心配してるのは、
恵子さんが心配してるのはこれが欲しくて欲しくて仕方がないくて私にプレッシャーかけないでってのが多分恵子さんの嫌なところだと思うので、でも恵子さんずっと無番だとさ販売管理が大変なんですよでも本当無番はたくさんあるのでたくさん出てくるので、あの本当この皆様の優しさどんな人が来ても受け止めてくれるっていう優しさを目安じゃなくて優しさをしっかり受け止めて無番は続けていこうかなと思います。本当無番は無番でいっぱいあるんです。番号なしはあ、多分ね、ごめん形になります。恵子さん本音出した、今本音が来ました。あのありがとうって書いたんです。こんな頑張ってね、その忙しい時に緑作ってってむちゃくちゃなお願いしてごめんねありがとうっていう、なんか下から出たんです。今下から返事したら、いいのいいの私が欲しいだけだからって返事来た。だよねって欲しい、恵子さんが欲しいってことはそれは多分欲しい定番化するまでやる人なので、なのでそう、あの僕があまりにもこれに食いついたんですよ。この緑に食いついて全部ちょうだいっていうぐらい買い占めたってことは、恵子さんもおっと思って多分使ったんだろうな。で使ったらおっと思ったんだろうね、自分でもね。なので定番化は、緑は定番化されると思います。ただですけど、多分作る過程でめちゃくちゃ無番が出てくると思う。だこれ相当な手間がかかるみたいで、無番はね、その例えばさっきお見せしたこの緑は多分定番化するんです。この藍染めに比べてこの濃い深い緑はおそらくですけど番号つけちゃうと思う。 A の3とかになると思います。 A の1が深い藍で A の2が淡い藍でおそらくですけど A の3が無番じゃなくて A の3がこの濃い緑になると思うんですけど、おそらくですけど、だってもう3本余計できちゃってるってことなので、おそらくですけどたくさん緑の無番ができると思うので、それもまたご紹介していければいいかなと思います。定番にするっていうか、その番号をつけるっていうのは同じできるだけ似たようなものを作るっていう、その、まあ、作家としての多分意地でもあると思うので、そこはご理解をいただければなと。邦子さん面白いです。でも邦子さんは多分今後ね、恵子さんに直接電話してください。多分それが一番邦子さんが欲しいものが手に入る気がする。いつでも、ちなみにね、ここの今ライブ配信見てくださる方、恵子さんの電話番号欲しかったら言ってね、いつでも紹介しますんで。恵子さんと話すと多分僕が言ってるのよりも早いと思う。僕が話すよりも早く欲しいものが手に入る可能性はある。そうそう、恵子さんおそらくですけどその定番が欲しいんです。なぜかというとそれで恵子さんが差し越したいのでね。なので、今回は5本で1回抽選をさせてもらって、その後には、また出てき次第ご紹介をするので、U パックに書いてあった番号に電話していいよ。いたずら電話とかじゃなければ、なんか何かあれば、聞きたいこととかあれば電話してください。
この僕に別にメールで注文しなくてもいいので、直接注文いただいても、あの無番でとかでもいいし、入っていたカードにある番号ではないです。入っていたカードにある番号はギャラリーさんにつながっちゃうので、080から始まる番号はおそらく恵子さんの個人の携帯なんですよ。で、出ない可能性もあるんですけど、なんか質問とかあったら、質問まあ基本的に忙しい人なので出ない時もあると思うんですけど、その なんかあったら電話ぜひ してあげてください。してあげてくださいっても変な人だな。そうだよ、まだ個人事業主だもん、個人携帯ですよ。緊張はしなくていいですよ、恵子さんなんで。ただまあ話す目的がないと会うようになるわな。なんで電話したのって話になっちゃう。でも本当、それこそだから糸、例えば10カセ欲しいと、草木染めの糸10カセ欲しいんだけど、なあ、まあ10カセでも7カセでもいいや、あのウェブサイト見てるけどよくわからないと、ウェブサイト見たけどよくわかんないから、恵子さんなんかおすすめの糸を10カセまとめてくださいっていう電話とか全然多分大歓迎。その前も言ったんですけど、基本的に僕、恵子さんのお仕事は恵子さんのお仕事として僕マージン取ってないので、本当メールで来るよりも恵子さんに直接電話してもらった方が早かったりもするんですよ。その一応メールでやった方が記録に残るし問題もないので、え、真面目に緊張してもらっていいですよ。本当に緊張してもらってくださいね。緊張してもらう、緊張してもらうのも変か。でも一応恵子さん、そうな、会ってもらったり話してもらうと分かるんですけど、別に恵子さん緊張するタイプの人じゃないんですよね。作品がすごいので、すごい人なんだろうなと思って来てくれるんです、来てくださるんです。多くの方が、すごい人だなと思って作品を見て恵子さんに会いに来るときに、あの着物をビシッと着て、すげえなんか厳かな感じの、厳しい感じのね、方なのかなっていうふうにイメージを膨らませて来てくださるんですけど、実際に会うとすげえそこら辺のおばちゃんですよね。いや、あのね、やってることと言ってることは感動することも言ってるし、面白い、あの、なんていうのかな、いやでも、コマさん普通の人でしょ。普通ですよ、俺もそうですけど普通ですよ。普通のお兄ちゃんとあれだよ、おお全然、小津さんとか電話して発表送りましたっつったら分かるよ。本当に可愛いおばちゃん恵子さんにだったら普通に可愛いおばちゃんですよ。なので、あの逆に言うと、でもあの人が刺し子やってんのってビビられることはある。逆だとね、あの人があんなジャケット作るんだって言われたことは何回かあるみたい。でも基本的には本当、誰よりもサプライズを愛する刺し子兄貴そう、なんか、なんか下ネタチックになってくるよね、刺し子兄貴とかね。勝手に下ネタにしちゃったけど、刺し子兄貴か。邦子さんもね、間違いなく覚え、邦子さんに至ってはだって電話してもらった日に恵子さんからわざわざテキスト来て、楽しかったありがとうって来たもん。宮城行くって言ってました行くって本当に行きそうだから怖いんだけど、俺兄貴か、刺し子。僕はだいたいイメージ通りって言われます。あの刺し、イメージ通りって言われてました。刺し子業のお坊ちゃまだねっていう風に言われてました、昔は。今は太ったんでよくわからないですけど。でも恵子さんは本当に
ちょっと写真見せるわ。今日なんか間延びしちゃってるけど、やめて、うっ血とかやめてください。僕の話はいいですよ。僕の話はいいです。恵子さんがどういう人かちょっと見せるわ。刺し子の兄ちゃんが一番近い。刺し子の兄ちゃんが多分一番近い。あ、でも本当にね、宮城に行くとか言ってた気がするんで、行くんじゃないかな。ん、ちょっと待って、うっ血、うっ血、なんでうっ血なんの。刺し子兄貴、兄ちゃん、刺し子の兄ちゃんみたいな感じで呼んでもらえると嬉しいですね。ちょっと待ってね、今恵子さんなんか同意とかを見せるわ。あ、あんちゃんって、やめればよかった。 やらなきゃよかった。失敗した。もうねやらないんですけど、僕と恵子さんがその2013年の末に刺し子から離れて、2014年2015年は刺し子で僕を驚かすことがなかったんですよ。刺し子で驚かすことがなかったので、何をしたかっていうと、写真を撮って驚かそうっていうので、毎半年に1回ぐらい これは最近の私だけどどう思うっていう写真を送ってきてたんですよね。意味わかるかな。例えばちょっと太っちゃってさとか俺が言うと、恵子さんがいやいや私もねとか言いながら、そう情報交換をするんですけど、とりあえず写真送るわけですよ、お互いに。で、普通の写真とか恵子さんあんま写真撮らないので、何を考えたかいろいろいじり出してですね、Facebook 稽古二つ屋で友達申請してもらえれば誰でも見えるんですけど、これ2010これもちろんフォトショップ加工後ですよ。フォトショップ加工後ですけど、これを妻と俺に送るんですよね。私は大丈夫だから日本で、全然大丈夫じゃなくないかみたいな、何このイメージチェンジはって。ちなみに多分ね、これフォトショップしてあるんで、これ顔から こっから上が恵子さんで、こっから下は全く違う人なんですけど、私は大丈夫だからねってきて、顔だけよ、顔だけフォトショップで、僕の友達にフォトショップができる人がいて、あつしさんには黙ってたんですけど、お母様から注文があったんでフォトショップやっときましたって俺のところに後から請求書来て、おいおいとかつって、でどうやらそれですごい味を占めたらしく、こんなん見たって俺と弟がもういい加減にしろよっつったんですけど、これでフォトショップにすごい味を占めて、かつなんか名古屋で写真家の方とも仲良くなったらしくて、ちょっと私やってくる、すげえ頑張るっつって、これ奇跡の一枚。こん時御年56、57、美魔女。もう弟と俺で大心配したっていう、まさか母親再婚に向けて動き出したかっていう、もう全部フォトショーよ。奇跡の一枚を奇跡的に作り出そうとして頑張ったっていう。で、刺し子する前暇だったんと思うわ。多分。で、これ超フォトショット、超あれで、でも俺と弟で言葉を失って、でちょっとやりすぎたかなと思ったんだろうな。やりすぎたんだろうなと思って、愛犬の竜、亡くなっちゃったんですけど、愛犬の竜と一緒にメリーポピンスみたいな、あえて刺し子の
エプロン着てメリーポピンスみたいな、はあ、よくわからんよね。こんな感じです、うちの恵子さんは。怒るかな怒らんかな。でも普段の恵子さんこんなんよ。普通のおばちゃんでしょ、なんかそこら辺にいるおばちゃんよ。普通のおばちゃんです。ただ普通のおばちゃんなんだけど、よーく見ると藍染めのスカーフにボロ着てるっていう。これボロだったと思うよ。これ多分差し越してあるんだよな。ちょっと見にくいんだけど、うん、差し越してあるね。これ恵子さん、こんなんです。いや、素敵素敵素敵ですけど、本当にそんな身構えるような人ではないということを、身構えるような人ではないですよっていうところをご紹介できればよかったです。コマちゃんやめて、コマちゃんやめて、コマさんやめて、コマさんやめて。それやったら怒られる。それやったらでも怒られる、やめて。あ、怒られはしないか。えへへって言うと思う。もう自慢ですね。親父が亡くなった後に才能に火がついたあたり、ちょっと情けないとこもあるんですけど、親父が死ぬ前までは普通の母親というか、うるさい母親だったし、まあ、教育ママだったので教育でうざったいなぐらいの気持ちでいたんですけど、まあ、言うこと聞かないのでそれこそだからめんどくさいなとも思ってた時期もありますけど、母親に完全に一人で差し子をやらせるようになってから、やってもらうようになってから、まあすごい人やなという気はしますよね。天才。まあでもあれですよ、好きこそものの上手なれの多分あれですよね、完成形というか、斜め45度でひたすら成長してるので、そういうのを考えるとやっぱり、だってさ、やっぱ還暦なんですけど、来年かな、ん、今年じゃないかな、来年還暦です。今年か、今年か、もう還暦なんですけど、やっぱ還暦してまで、還暦で成長スピード上がる人ってすごいですよね。年取っても成長していきたいなと思う人は思うし、僕自身も思うし、年を重ねても成長していける人ってのは素晴らしいしかっこいいなと思うんですけど、僕の恵子さんに関する思いで言うと、やっぱ加速してるんです、ここ数年覚醒してる。怖い、逆に怖いぐらい、その早いスピードが、なんか覚醒するスピードが速くて、だからまあ30年間抑えつけられたのもあるんでしょうけど、僕がだから言い訳できないんですよね。年がね、30過ぎてもう年だから新しいことはできないわとかって言っちゃうんですよ。30ですけど、35とかだけど、やっぱなかなか新しいことを始めるのは怖いと、ね、ミッドライフクライシスなんで、まああるんですけど、やっぱ母親があの年でこんだけのことやってくれてると、僕は言い訳はできないですよね。でもそれぐらい多分元気をくれる母親というか恵子さんなので、なんか母親っぽくないんですよ、そういうこと考えると。やっぱ恵子さんなんですね。なのでぜひぜひ今後も恵子さんともどもよろしくお願いしますっていう、全然まとまってねえや。むさむさ、やっと最近ですよ、親をこういうふうに思えるようになったのは。本当だから最近だよね。僕も今日差し子する気ゼロ、3部差し子する気ゼロです。すいません、もういい、ちょっと一回終わります。ありがとうございました。盛り上がりすぎた、盛り上がりすぎた。恵子さんの話でここまで盛り上がるとは思わなかった。いやでもそういう意味で本当幸せですよね、そういうなんか、なんか愚痴を言う親じゃないのは、
もう年だからねって言って僕におんぶり抱っこしてくる親でもあ、ね、そういう親もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そうじゃなくて他といったらどこでも行っちゃいそうな感じなのが、恵子さんもライブ、恵子さんのライブか、話は下手くそなんです、あの多分緊張して言葉が出てこなかったりすると思います。すいません、ありがとうございました。さすがに3時間はやりすぎじゃないけど、やりすぎじゃないけど楽しかったです、ありがとうございました。また来週火曜日よろしくお願いします。改めて、インスタで紹介はするので、身内を褒めれるって素敵です、本当ありがとうございます。ただ僕身内はほら身内で褒めでない人もいるので、そこら辺はあの僕も人間だぜっていうところをご了承いただければ。いやいやいや、ありがとうございました。ではでは、また来週火曜日お待ち、よろしくお願いします。ではでは失礼します。おやすみなさい。